いい変態は、変態を扱った画像ホスティング、ファイル共有ウェブサイト。このサイトは、アニメ、漫画、コンピュータゲームから発生、または派生した、ファンアート、スキャンレーションされた漫画や、同人誌、コスプレ写真などからなる、ユーザー生成のポルノコンテンツ画像をホスティングしている。2010年に、姉妹サイト、エキゾンテがいい変態から、分離独立した。いい変態は、 1999年7月1日にヤフーグループで公開された。グループは2001年にドットネットドメインに移行し、その後ドメインが失効したことで2005年に現在の ORG ドメインに移行した。2019年6月13日までに E 編隊はデジタルミレニアム著作権法に違反するサイトを非表示にするという方針に従って、 Google の検索結果から削除された。2019年7月26日、E 変態とエキゾンテは、当時サイトのサーバーが置かれていたオランダにおける、最近の法改正に対応して、これらのサイトが閉鎖されると発表した。バイスは、閉鎖は2019年6月に、欧州連合によって採択されたデジタル単一市場における、 著作権に関する指令への反応であったと推測した。エキゾンテの閉鎖については24時間前に通知され、画像掲示板4ちゃんのユーザーは7月27日にサイトが閉鎖される前にサイト全体をアーカイブしようとした。2019年8月2日、サーバーがモルドバに移転した後、エキゾンテが再開した。規約上、サイトにアップロード可能なファイルは パブリックドメイン、または自分自身が著作権を有するものに限られており、著作権法に違反するファイルの投稿は禁止されている。しかし、いい変態と駅存手に投稿された作品は、通常、海賊版であり、元の制作者の同意や認知なしにアップロードされている。このサイトは、テンボロというハンドルネームを使用する匿名のモデレーターによって所有及び運営されており、 広告収入と寄付の組み合わせを通じて資金が提供されている。2009年、EF 編隊は年間ホスティングコストを4万6000ドルと見積もっており、寄付は運営費用の半分未満をカバーしている。2019年、テンボロは県の悪化によってウェブサイトのメンテナンスを実行する能力が制限されており、後継の運営者を任命したり、ウェブサイトを 永続的なアーカイブとして保存するなどの将来の選択肢を検討していると述べた。いい変態と生き存ては10万を超える画像ギャラリーを含む変態漫画の最大のデータベースの一つとなっている。このサイトでは中国語、英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、タイ語を含む複数の言語で日本のオリジナルの変態漫画とスキャンレーションの 両方をホスティングしている。アレクサインターネットによると、いい変態は、ピーク時に、インターネット上で264番目に、人気のあるウェブサイトとなった。アウトレットは、いい変態が、アートワークの事実上のアーカイブとして機能しており、他の物理的、または、デジタルのプラットフォームではまるあるいは存在しないもので、あることを指摘している。このサイトでは、 コミックマーケットの独占作品や、絶版のアートブックなど、ポルノグラフィと非ポルノグラフィの両方のコンテンツをホスティングしており、バイスは、サイトを、変態のアレクサンドリア図書館と呼んでいる。デイリードットは、いい変態を、古いインターネットの異物と表現し、現代のソーシャルメディアよりも、旧体依然とした、デジタルコンテンツのニッチなポータルの例として引用した。ありがとうございます。